マチルダ効果は、女性科学者に対する偏見であり、彼女らの業績は認められず、その仕事が、男性の同僚に返されてしまうバイアスを指す。この効果は、婦人参政権論者で、奴隷廃止論者のマチルダ・ジョスリン・ゲージによるエッセイ、ウーマーズ・インベンターの中で最初に言及された。マチルダ効果という用語は1993年に、科学史研究者マーガレット・ W ・ロシターによって、 作られた。マチルダ効果ロシターはこの効果のいくつかの例を挙げている。12世紀のイタリア人女性医師、トロトゥーラが記した本は彼女の死後、男性の作家によるものとされた。マチルダ効果を示す19世紀及び20世紀の事例は、ネッティー・スティーブンズ・マリキュリー、リーゼ・マイトナー、マリエッタ・ブラウ、ロザリンド・フランクリン、 ジョスリン・ベル・バーネルのものがある。マチルダ効果は、著名な科学者は、研究が共通、または類似しているとしても、比較的無名の研究者よりも多くの信用を得る、傾向を指すまたイ効果に例えられる。スタンフォード大学医学部の神経生物学者で、女性から男性へと転換した、教授のベンバ・リズは、科学的業績の見られ方が、 自身のその時の性別によって異なると語っている。これは同じ個人が認識する異なるアイデンティティのために生じるバイアスの一つの説明を与えている。2012年にラドバウド大学の2名の女性研究者がオランダでは教授職候補者の選考において性別が評価に影響を与えることを示した。 2名のイタリア人女性研究者によって同様の事例が報告されており、スペインでの研究でもさらに裏付けられている。一方で論文の引用とインパクトに関して男性著者と女性著者の間に違いは見られなかったとするいくつかの研究もある。スイスの研究者は、マスメディアは女性の科学者よりも男性の研究者に対して 頻繁に番組への貢献を依頼することを示した。米国のある研究によると、アメリカ社会では明らかな性差別は一般的に減少し続けているが、女性は特に学術研究において科学的な賞の受賞に関して不利益を受け続けている。マチルダ効果を受けた女性の例。ノーベル賞で女性科学者よりも優遇された男性科学者の例。ありがとうございます。